だ。200円だ。あ、違う、190円か。そこそこ。エコモード。エコモードから復帰しています。あ、まあ、お待ちしておりました。何も言わないって出てきたな。昨日京都二条から出発しまして、山陰本線の旅ということで、佐賀嵐山とか山陰本線の急線トロッコとか、まあ、それから途中ちょっと寄り道もして、あのデーデー五一門とか見たんですけど、そして木の先温泉に行って、今日が2日目です。これから先もっと山陰線の奥の方まで行くかというと、行きません。もう実は城崎温泉より奥には行かなくて、今回はあの京都、城崎温泉、まあ大体それぐらいのね、山陰線の入り口区間を見てみようということでした。いつもなんか奥の方ばっかり紹介してるんで、逆にこっちの方がね、視聴者の皆さんにとっても新鮮だったんじゃないかなって気がしますが、本日は一区間だけ戻ります。豊岡から190円一駅お隣までの切符を買いまして、向かいますのが玄武洞です。昨日行きたかったんですが、まあ、時間の関係で今日になりました。途中下車の旅というわけではありませんが、まあでも山陰線の旅、豊岡は、さっきご紹介したと思いますけれど、大変素晴らしいホテルのあるところで、またカバンの名所、一つお隣の玄武洞は洞窟で有名で、そのもう一つお隣が城崎温泉です。記憶では、はい、結構いい速度で行きますね。この辺で今飛ばしてくれる。一つお隣の玄武洞に到着して、これから玄武洞に向かいます。昔からそんなに見た目は変わっていない感じ。山陰本線といえばこのイメージですね。今この辺りも特急が通っていますが、今はっていうか昔から特急は通ってるんですけど、ただこうすごいスピードで走るような特急が増えたって感じですね。これから先は携帯電話が必要になります。まあ私も最近持ってるんですが、中村さんが今ちょうど電話してくれたところです。なんて言ってました？あ、もう今こっち向いてなんか船が来てるから、あ、もう来てくれた、乗ってくれたらいいですよ。はい、はい、ああそうですか、もう来てるんだ。これから行く玄武洞には船で向かうわけです。まあこれがね、つまり船の乗り換え駅となってまして、渡し船乗り場水曜定休と書いてあります。お、車が来たな。どうせ待ってはくれないでしょう。まあ私もここで喋りすぎてたのが良くないけどね。歩行者を優先する自動車っていうのはほぼ存在しないようですから、不思議な。渡し船の乗り場、片道で300円と書いてあります。乗ってから反対側で払うんですね。一回行ってみたかったんですけどね、でもなんかあの電話で船を呼んでみるみたいになるとハードルが高いですから、今までちょっと行きづらいなと思っていて、鉄道の駅から目の前だというのに、もうすぐこの川の対岸には玄武洞洞窟があるんですけど、行ったことはありませんでした。でも船代もたった300円だということで、しかもね、他のお客さんもいましたよ。あのこの列車反対側、今木の先から列車に乗っておいでになった方がいたので、ずいぶん賑やかに渡し船に乗っていくことになりそうです。こんな感じのね、仮の足場、まあこれは本当に今もしかしたら仮の状態なのかもしれませんが、これをこんな感じでこう登っていって、この川の向かい側に玄武洞はあります。あそこが玄武洞ミュージアムというところで、ここにね、こんな感じでこれこういろいろと玄武岩がもうすでに現れています。この遠く遥か彼方と、それからまたハッチ側もすごい遠くに行かないと橋がありませんので、渡し船がかなり重要だというわけです。あ、あれか。おお、なんか僕らが一番前だと不思議な感じですね。ああ、気持ちがいいですね。船着き場は、あ、あの先になんかありますね。さっき着いた玄武洞駅の跨線橋が向こうに見えて、まあ、そこからこちら側まで渡ってくるのになんだかんだ20分くらいかかりました。でこっち側にもこのように道は一応通っているので、車で来られる方も多いようです。観光客も今日は月曜ですが多く見られます。この上を登っていったところに玄武洞があります。ええー、かな下に下に行って山陰線からも実は少しだけ見えるんですけど、これが立派な玄武洞。もともと柱状節理という、まあ、これねよくある光景なわけですが、火山が噴火した時に冷えて固まって、このような規則正しい形になったんだそうです。
で江戸時代ぐらいからここが採石場として利用されていて、でここの石が大変質が高いということでいろんなところで使われていて、城崎温泉のあの川のところとか、そういったところの構造にもこの石は役立っているそうです。その石の質が大変高いのでこの場所の名前を取って玄武岩という名前が付けられまして、それがあちこちで同じような種類の石の名前ともなっているということは皆さんも有名かと思います。そしてまた玄武岩というのがね、実は国際的にもその石の種類として、玄武岩なんとかみたいな感じで英語で玄武岩ってそのまま通じるらしいんですね。学名じゃないけどその種類の名前として、これもまたすごいことです。まだ始まっておりませんが、崖の上にも何やら紅葉しそうな植物がたくさん生えていて、ここにもね、今ちょっと赤く色づいた少し色づきの早いものがおりますが、これはまたその時期になったら一層美しくなるんでしょう。結構ね、そんなに超有名な観光地というイメージはなかったんですが、多くの観光客が訪れていて、それほど滞在時間も長くないのかもしれませんが、この辺りでは人気の場所であることが伺えます。まあ、城崎の帰りに寄りたいですよね、こんだけすごいものがあるなら。しかも入場料とか特に取っておりません、ただです。で玄武洞だけではなくて他にもいろいろあるらしいんです。なんか白虎洞とか朱雀洞とかそういうような名前があちこちで、清流とかなんかありますよね。昔の中国かなんかのそのありがたいものの名前で、そういうやつをこういろいろつけているそうですが、でそれはね、観光客が増えだした大正時代ぐらいからそういう名前をつけたんだと書いてあります。まあともかくあれだけじゃないみたい、あれだけだと思ってましたけどね、もっと見どころがあるならそれは立ち寄る価値ももっと増えそうです。おお、すごいすごい。へえ、こちらにあるのは清流堂で、それぞれの石の柱は綺麗な六角形をしているそうです。地図も紹介されていてね、見ると玄武堂、清流堂、白虎堂とか南朱雀、北朱雀、まあ、いろいろこんなたくさんこんなにあるのかとちょっと驚きました。1時間ぐらいの時間しかありませんが、ちょっともしかしたら足りないかもしれません。柱状節理に水門が生えてね、自然のプロジェクトマッピングみたいな形になっております。まあ、この中にもいろいろアメンボとかね、オケラとかなんかそんな感じで、オケラはいないか、そういうやつがいろいろいますんでね。水の中にはエビがたくさんいます。本当にたくさんいましたね。これエビですけど、すぐ脇のこっちの方を引いてみるとまたこの辺りにもいるのかな。これもエビかな。エビだらけです。この水はね、こういう池ができたんじゃなくて、どうもこの排水溝のように人工で作ったもののようで、あちらかにもまた日本人の習性を利用してお金を吸引するオブジェがあります。さっき見たのは横向き摂理の白虎堂です。で今また踏切の音がしてますけど、私たちの乗ってきた列車の1本後の便が来たようです。玄武堂の駅はあそこで、今また1時間は経っていないと思いますが、次の山陰線の列車が来たところで、振り向くとまたこの裏に北朱雀堂があります。でこちら側に南朱雀堂がありますので、やっぱりね、こんな感じでたくさん揃っていて、なんだか列車からのこう眺めも期待できなくはない、そのような場所なんですね。山陰線に乗るときは豊岡を出たら進行方向右側にご注目というわけです。私もこの眺めは知りませんでした。1時間ほどで行くことができますので、城崎、田島のお立ち寄りの時にはね、まあ、ここで、まあ、またここも一つ寄り道の候補に加えて、玄武洞のその独特の眺めを見ていくのも大変お勧めできるところだと感じました。ひとしきり楽しみました。本当はね、この向こう側にも、玄武洞ミュージアムというのがあるんですけど、ちょっとそこは時間の関係で訪れておりません。まあ、そっちも訪れてもいいと思うんですけど、今回の玄武洞だけだったらば、ただですし、これ船着き場これでね、往復で600円しかかかりませんので、まあ、つまり玄武洞駅から600円であそこまで行けるんですよ。これ嬉しいですね。帰りは2分ぐらいでしたね。1分かそんぐらいです。そしてまた玄武洞の駅に戻ってきました。このような駅舎はね、結構なんていうのかな、昔からまあ大体こういうパターンはあるんですけどね、よくある無人駅という感じで、なかなか好感が持ってます。ここに柱状節理みたいなものがありますよ。こういうね、ちょっとこうひなびた感じのバス停がまたいいもんです。
さっきのあそこのところにね、コウノトリがいましてね、川のところですけど、詐欺かなと思って撮影してたんですが、羽の後ろのところが黒くなってましたから、まあ、間違いないようです。子供はね、今は運搬のそのあれはやってなかったみたいです。ちなみに遅ればせながらという感じですが、現在地はこの辺りになっています。京都から山陰線でこうずっとこう来て、京都府を越え、今兵庫県、しかしもうじきまた京都府に戻るかどうか、そのような場所にいます。まあ、戻らないわけですが。